FC バルセロナ MF アルトゥールはアトレティコマドリ戦から砲得ている筋肉系のかまけ2がまだかん直しておらず日本時間9日日4時45分コルネジア L プラットで開催されるエスパニョルトのバルセロナだ B を欠場するバルサのメディカルチームとテクニカルスタッフはアルトゥールの回復がエスパニョール戦に間に号うかどうかについて楽監視してたが最終的にエルネスト・バルベルデの賞シューリストに歯入らなかった彼はすでにチャンピオンズリーグの PSV 戦 B がのビジヤレアル戦国王杯のクルティラル・レオネサ戦を欠場しているアルトゥールが外れた1肩膝の回がの治療が間に合ったルイス・スアレスは賞終リストに入ったアルトゥールにとって今季4試合目の欠場となるスアレス同様ビジャレアル戦で賞終外となテータフェ・ルメーレンとシデス戦もメンバー入りした万が一に備えテバルベルでは第3 GK としてフィリアルバルサ B の GK にヤッキペニャを連れテイク決断を下している。またフィリアルからはミランダがメンバー入りできたがトップチームとトレーニングをこなしていたリキプッチは外れている。なお FC バルセロナが公式トビ TTER を通して発表したエスパニョール戦の招集リストは以下の通り D が15節エスパニョール戦バルサ招集メンバー1テアシーテーゲン2ネウソンセメイド3ジェラール・ピケ4イバン・ラキティッチ5セルヒオ・ブスケツ6デニス・スアレス7フィリペ・コーチーニョ9ルイス・スアレス10レオ・メッシ11ウスマン・デンベレ13ヤスパ・シレッセン15フレマン・ラングレ18ジョルディ・アルバ19ムニル21カルレス・アレニア22アルトゥーロビダル24トマス・フェルネ・レン27ファン・ミランダ30イニャッキ・ペニア